ゲームは終了。よいしょ。ホラーのやつはちょっとビビったな。普通になんかただの間違い探しなだけだとさ、勘違いしてたわ。ホラーも入ってくると怖さも倍増。エスカレーターより怖かった。わかる。なんかホラーを主にやってる感じだったね。でもめっちゃなんか作りしっかりしてた気がする。ちゃんとなんかさ、怖いやつもさ、たくさん種類あったりとかしてたし、もうかくれんぼだけ最強に強かったけど。ねえ。子供はずるい。元気くんと悪魔くんは強かったな。ちょっとストーリー読み取れたね。まだ主人公絶対殺人犯だけどね。じゃないとあんな悪魔みたいなところ行かないでしょ。完全に罪人だったと思うわ。そういうこと？そういうことやん。闇深いゲーム、そういうこと。偽夢、夢であって欲しかったっていうことよ。自分が殺してしまったのも。だからあんな風に、いやむしろあれは被害妄想なのかもしれない。被害妄想というか、自分の頭の中でそのごちゃごちゃ自分のこの罪を罪悪感でいっぱいだから、こうなんか自分が悪いこと起きてるんやっていうなのやつかもしれないね。主人公はそう。設定盛りまくりますやん。盛りまくるよ。うわーってか、おやすみかー。いややなー、配信してーけど。まあでも仕事だったら、わわわわー。これからパッキング。そうだね、パッキングもあるし、まだ収録物もあるし、12時から打ち合わせがあるってね。今日はペコアラが旅立ちまから、ミーティングもこの後12時からあるから。珍しいでしょ、ペコアラ基本夜はね入れないんだけどね。旅立つ前に打ち合わせしなきゃいけないこともあるんや。おうち何時に出るん？言うわけないやろ。いつ何時何分にペコーラがどこに飛び立つか言うわけない。言えないよ。まあでも、まあ一週間後やな、会えるのは。寂しいな。ペコジアのこと忘れねえぞ。いや、一週間で忘れたら、もう、あんたたちのこと引くわ、マジで。ペコちゃんたち、ペコちゃんのこと忘れねえぞってさ、いや、一週間で忘れることあるんで。むしろ、こんなにも配信で、絆が深まってるっていうのに。一週間後、あんた誰？悲しすぎるわ。もう悲しすぎて引退しますわ。一週間、ロケに行っていたら、愛するリスナーにあんた誰と言われ、引退しますって。もう、所詮その程度だったんだ、ペコーラはって思いました。もう知りません、つわ。初配信やって、初配信？また新たなペコーラとしてデビューするか。
また一からのスタートやつ。ニューペコーラ始めます。いや今からさデビュー配信とかもう考えられないな。何をやればいいのかもわかんないレベルだもんな。今からあなたはじゃあホロライブデビュー決定です、おめでとうございます、じゃあデビュー配信どうぞとか言われてもさ、何すればいいの、ってなるわ。いやラップ今更ラップはできんよ、マジ今更すぎん。ペコラップのニューバージョン、なんかちょっとクオリティ高い感じのな。ペコラップでいくか。デビュー配信でテラリアをすごいあれやん、鋭すぎるな。最初からテラリアやりますって、初配信5年ぶりにやってみた。もうさ初配信中意味を分かってないやつがやるタイトルじゃん完全に。初って何ってことよ。初配信5年ぶりにやってみた、おもろいな。やってみたじゃねえんだよ、初配信じゃないの、それただの配信なんだ。これでもある意味おもろいな、初配信やってみます。いやマジ初配信の時の気持ちも緊張しかなかったからな、マジで。今はさこんなにもリラックスしてやってるペコだけどさ、初配信の時もうやばかったもんね。初配信をカンポコピーしてほしい、うわー無理できないペコだよ絶対に。うわぁ、初配信5年ぶりにカンポコピしてみたわ、やばいペコだな。デビュー順はどうやって決まったの？まあ、ペコーラたち3期生で前半組と後半組で分かれてるんだけども、前半組の、一番最初どっちが配信するかみたいな、デビュー配信するかってなった時に、ルシアが、ルーちゃんが、ペコーラからやってほしいってなって、じゃあペコーラ行きますっつって、ペコラからで次ルーちゃんだったんだよ。そうそうそう、話し合ってどっちが先にやるかみたいな感じで。そうペコラ一番手だった。トップバッター引き受けるのすごい。いやでも結局さデビュー決まってるからさ、なんだろう、トップバッターもクソもなかったんだよね。もう初配信は誰にでもあるペコだから、なんかもう、って感じだったよ。いや、緊張はしたね、完全に。もう、やばいやばいやばいって感じだったよ。受け入れてもらえるのだろうか。ゴビペコだけど大丈夫ペコだろうか。髪の毛に人参刺さってるけど大丈夫ペコだろうか。これだったね。3期生のリーダーとか来ましたもん。リーダーいなくね？3期生にリーダーとかってないと思うな。そう、リーダーシステム、なんか他の規制もそうだけど、あんまなく見えるけどな。
ヤゴーさん、そう、ホロライブのリーダーはヤゴーさん、谷郷さん。あ、そっか、ホロックスはラプちゃんか。でもそれぐらいじゃない、ホロックスぐらいじゃない、わかんない。他の規制とかでなんかこの人リーダーだーってのあんま聞かないもん。3規制もないと思う。ねえ、いやー、うわ、久しぶりにインターネット離れするわ。どんなペコーラで戻ってくるんだろう。うわ、パソコンに1週間触れられないと思うと何してんだろう。大丈夫かなペコーラ、心配になってきた。久しぶりだよ、泊まり。インターネット使えるんちゃうの？多分スマホはあるかも。デジタルデトックスありやな。どうする、ペコーラが何もつぶやかなかったら。もうデジタルデトックスしまくって X を見ず、つぶやきもせず、1週間無言、不安になる。え、でもさ、ペコアラがつぶやいてる時のみんながさ、いつとかも全然わかんねえからな。通知切っといた方がいいかも。1週間はいつ何時通知入るかわかんないからな。 X、みんなが寝てる時に普通にヤッホーつって、なんか元気なツイートしてるかもしれんから。ワンちゃん通知切っといた方がいいかも。いや、わからないけど。あ、そっか、お休みモード。あれいいよね。寝るときにお休みモード。ペコーラもよくするわ。ギャンブルはほどほどにな。いや、ギャンブルしに行かないって。仕事や。ロケ、ロケ、ロケ。お仕事で行くんや。遊びに行くんちゃう。ギャンブルしに行くんじゃないよ。当たり前やろ。仕事や、仕事は。ギャンブルしに行きません。でもさ、カジノとか行ってみたいよ、ペコーラも。おい、カジノ行くんちゃうの？行かないよ。違うんよ。いや、自由時間でも行けないべこでしょ。カジノとか、怖いよ。もう、ペコーラは、インターネットで、ギャンブルしてるだけで十分怖いもん。実際のやつとか。大人がいっぱいいてさ、怖そうやん。もうペコーラはインターネットでいいんだよ。せやろ？いやー、うわー、もうマジかー。1週間久しぶりの休みやなー。マジで12時から打ち合わせあるべこだけど、ギリギリまで何とかして話そうと思っちゃってるわな。この配信が終わったら、もうべこらは、1週間後か。
パッキングもしなさい。それな、打ち合わせ終わったらパッキングするわ、さすがに。ねえ、一週間ぐらいやん。まあ、でもすぐ帰ってくるよ。数回寝ればペコーラ。戻ります。アーカイブ見とる。やろ。たくさんあるからな。声トゥルトゥルになって戻ってくるのかな？いや、わかんないよ。乾燥してるかもしれないやん。やばい、くしゃみ出そうで出ない、ムズムズする。早く配信してね。だね、帰ってきて、うん、帰ってきた日に疲れてなければ配信やりたいなとは思ってるけど、なんか旅行帰りとかって多分相当疲れてそうな気もするべこだから、まあ、できたらやりたいなと思ってる。まあ、でも無理ってなったら次の日になっちゃうけど、いいやろ。いや、なるべくねしときたいから。よいしょ。あー、レミー、土産話楽しみにしてる。土産話待っとけよ。なるべくなんかペコーラもなんか動画撮れそうな時、ちょっとこんなとこ行ったんやでっていうのをなるべく撮るようにするわ、携帯のカメラで。ミーティングあるだろうって、そう眠いけどミーティングはあんねん。でも大丈夫、人と話してれば眠さは吹っ飛ぶ。 Vlog だって、あんなおしゃれみたいな Vlog はできないとは思うけど、行きたかった場所、えペコラ初めての場所、マジで。初めて行く場所だからマジで何もわかんない。でもこれ以上話してるとさ、もうどこに行くとかにさバレちゃう気がするから、もう話さないとこ。ペコーラポロって言っちゃいそうになるから。宇宙に行くならペコーラは。ねえ、絶対ペコーラポロちゃうもん。ポロロロンっつって。まあでもマジお土産話とかね、あの動画とか撮れるところ撮ってくるんで、お楽しみに。てなわけで、いつもスーパーチャットもコメントもメンバーシップもありがとう。そろそろな、配信終わってミーティングの準備するわ。うわあ、一週間配信できないのやだな。ふわーん、ふわーん。まあみんなもね、風邪ひかないように。ペコーラの生の声は聞けなくなっちゃうけど、ちょっとの間帰ってきますんで、ペコちゃん。互いにまた元気な笑顔でお会いしましょう。待っててなー、アーカイブ見て。てなわけでまた次回の配信でお会いしましょう。おつぺこでしたー。バーイバーイ。エンディング。よいしょ。
生き残れるか生き残れないか的な、そんな感じなんかな。よいしょ、ちょっとね、BGM これ消してゲームも消そう。いや、間違い探しおもろいわ。やっぱ基本の木をちゃんと見とけば、なんとなしにわかるもんだね。ねえ、こけし揃ってよかった。てか、最後のあのホラーは怖かったな。化け物だった。ちょっと鼻かむ。ペコちゃん、これから配信終わったら作ろうと思ってんねん、ハンバーグを。お腹すいた。そう、晩ご飯これから、うえ、もうお腹すきすぎてやべえやん。うわ、すき焼きいいな。すき焼きとか全然食べてないかも。ベコーラ、すき焼き、うわー食べたーい。でもお肉ない、お肉もない。ハンバーグに何かけるの？煮込みハンバーグしょーん。お腹すいたー。わ、唐揚げもいいなー、食べたーい。わ、カレーも食べたい。手作りカレーがいい、ペコちゃんは。お店よりも手作りカレー。お腹すいた。チーズは入れますか？チーズは入れない。ペコちゃんは好きなんだけどね、チーズめちゃめちゃ。うわ、ステーキいいな。いつもこの時間から作るの？いや、前までは全然そうじゃなかったんだけど、最近もう年末年始になって崩れました、ペコーラのリズムが。一気に今までは配信前に食べてたのけど、もう完全に狂わされた。またやばいよ、ペコちゃん。これ太るよ、また。思ってる、最近やばいって。食のリミッター外れたな、つって。いや、マジ、リミッター外れて最近鍋さ、食べてないもん、ペコーラ。やばいよ。ハンバーガーのうまさ、パスタのうまさ、ラーメンのうまさ、肉のうまさ、米のうまさ。もう思い出しちまったよ、ペコちゃん。もう戻れない、あの頃には。いや、でも意外と体重とかはあれしてる、増えてないからまだ大丈夫だけど、ちょっと怖いね、増えそう。お腹すいちゃったよ。多分今ね、完全に筋肉落ちてる。うん、筋肉が落ちてるから、体重がちょっと増えてないように感じるだけで、やばいと思います。米と麺やばい、もうやばいよ。炭水化物、炭水化物。でも炭水化物ってうまいんだよな。わー、ラーメンいいな。わ、ラーメン食べたい。うわ、ラーメン食いてー。ジロー食いてー。また油そばも食いてー。今日ハンバーグやめてウーバーにしちゃおうかな。わあ、食いたい。でもベコーラ、ひき肉冷凍からさ、冷蔵庫から、冷凍庫か、冷凍庫から出して今解凍しちゃってっから、使わなきゃいけない、さすがに。食べてーよー。なんであんなうまいんだろうな。なんかジローとかってさ、食べたその日はさ、もうしばらくいいやーってぐらいにお腹いっぱいになるじゃん。でも次の日になるとまた食べたくなんだよね。やばいよあれ、ほんとに。
いや、ハンバーグにラーメンダブルは無理だな。でもペコーラはね、夜ね、米食べなくても生きていけるタイプの人間ペコだから、なんとかなってる気がするわ。ハンバーグだけでいける。ラーメンって美味しいペコだよね。わかる。一度食べたら食べたくなるなって本当に思った。マジでそう。なんであんなにうまいんや。米なしとかマジ結構ペコちゃんね、米好きだけど食べなくてもねいけるタイプ。全然なんかおかずだけで満たされるタイプかも。そう、米立ちはきつすぎる。もうずっと米なしはね、ペコーラもきつい。ちょびっと食べれればもう満足派だな。付け合わせなどありますか？ないね。ペコちゃんの料理にも付け合わせのなんかおしゃれなものはね、サラダ、ハンバーグ、スープのみ。それだけや。あるわけなかろうに。何、副菜みたいななんかしゃれたもんでしょ。ないよ。ドン。そういうこと。いや、パンは太るやー。パンは好きだけどね、ペコちゃんも。トースター買ってからパンのうまさに気づきました。さらにうまいと。いや、パンは元から美味しいの分かったけど、さらにトースターでやることでうまさ100倍になったね。パスタは太る。わかる。だからペコーラね、なんかその豆でできたパスタとか、あの買って一時期食べてた。まだ今も残ってるペコとかあれだけど。トースターは何使ってんの？なんだっけ、あの有名なやつ、バルミューダだっけ。あれバルミューダ、バルミューダって名前だっけ。あのバルミューダのトースター使ってる。おしゃれで。そう、ツイッターで見てね、買ったバルミューダ。そう、なんか水入れるやつ。なんかあれ有名よな。あ、お腹すいた。もうペコーラ、もうでも食べたらもうすぐお腹さ、あれだから、お腹じゃない、眠気きてさ、寝るからな。それやめたいんだよね。めちゃめちゃお腹満腹になったらすや。これだから。気絶。いや、気絶まではいかないってことだけど、あーもう眠い、あーもう眠い、寝たい、もう寝ようかなーっつって。そう、そう、気絶しちまいそうになる。わあ、お腹空いてきた。もうご飯の話やめて。マジでお腹空いてきたから耐えられない。やめて、これ以上ペコーラに飯テロをしないで。ついて力がアンパンマンになった気分。自分から言い出したんやろ。確かに。うわ、親子丼もいいね。中尾の親子丼いいな。食べて。あー、土日か今日。あー、てか今度やるさ、テラリアのサムネ作ったんだ。ね、このサムネでいいと思う？あれ？撮れない。このサムネ、どう思う？
なんかサムネなんかわかんなくてこうなっちゃったけど、A かな。今度やるかな、テラリアン。多くないって。わかりやすいかなと思うんだよ。テラリア、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 テラリアン。まずは一人でやってどんなゲームかを確かめようかなって思ってる。そう、正直今日の11時からもやろうかなとも思ったんだけど、多分長時間に絶対なると思うし、まあ、ちょっと喉も休めなきゃいけない理由もちょびっとあったりもし、とりあえず2回行動じゃないなって思って、今日はとりあえずやめといた。絶対長時間になるよ、テラリア。わかるもん。ハマりそう。そう、でもやるかな、テラリア。100時間は消えますよ。やばー。何でもできるらしいね。パルワード、パルワールドも楽しみなんだよな、パルワールド。あれも早く言ったら16日なんだよね、16日。あれ、19だっけ？パルワールドもやりたい。19か。ものそうねえ、いろいろやりたいゲームも出てきた。なんか同時視聴、え、やろうと思ってんねん、同時視聴マジで。同時視聴したいね、ペコちゃんも。ゴジラか物語系のやつか。そうそう。で、ゴジラはちょっとハマった。そう、物語シリーズは来てるから見たいなと思って。そう、あとまだ調べてないけど、なんかアマプラ来てたらそこら辺も見たいなと思いつつ。そう、だから同時視聴もね、やっていくよ。やろやろ。でもペコラマジ物語系、曲とかは知ってるけど、ほんとストーリーとか全く知らんから。キャラクターとかの名前は時々知ってるけど、ちょっと楽しみではある。ガンダムはね、同時視聴できないんだよね。そう、アラギくんしかわかんない。アラギくんと、迷いちゃんと、なんだっけ、なんとかガハラさん、戦場ガハラだっけな。さんと、あと、名前言われればわかるかも。名前言われればってぐらい。キャラクターしか知らないから、ちょい楽しみ。あー、てかみんな昨日もね、誕生日とかのやつありがとうね。ヨウさんもありがとう。ピコちゃんホラー配信ありがとう。途中までピコちゃんの美的センスが輝いてトントン拍子で進んでいたけど、答えが違ったのを笑ったよ。最後に急なホラー要素怖かった。ピコちゃんのハンバーグが食べたいよ。いっぱい食べる。君が好き好き我慢なんてらしくないよ。昨日は誕生日おめでとう。ありがとう。
でもペコーラのさ、ハンバーグさ、マミーにつくねって言われてるからね。硬いのかな？硬くないんだけど。なんかずっと言われるんだよな。ペコランチャー整備士、クリアハリア様ありがとう。エスカレーター、おつペコ、いい姫で大変助かった。やっぱおさんの姫を聞くと元気になる。そしてお誕生日おめでとう。いろんな浜辺が来てくれて素敵な誕生日になった。自分もつい先日誕生日とメンバー3年迎えましたが、1月前半まではあっという間に誕生日が過ぎる。何にせよ今年もおさが楽しく活動できることを祈ってるし、微力ながらこれからも応援させていただきますので、今後ともよろしくお願いします。ペコーラしか勝たんってわけ。PS 夕飯はタンメン？え、タンメンってさ、なんだっけ？タンメン？タンメンってなんだっけ？あー、なんかあんま食べたことないかも。給食で出る感じか、これ。え、タンメンってベクオール、あんま食べたことないかも。ほう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 。お前に食わせるタンメンはね、のタンメンだ、これ。え、ベクオール、え、これ、食べたことあんまないか、給食ぐらいか、これ出たことあんの。え、すごーい。これ作れるんだ。え、いいな。食べたくなってきた。麺が、ペコーラ。また麺欲が。もうハンバーグやめて麺にしようかな。え、給食でこんな感じのラーメンプール出なかった？え、出たよね。そんな気がする。ゲームさんもありがとう。誕生日おめでとう。詐欺年終わってもよろしく。たまには配信休んでもいいから、もうコーラのところに顔出しに行ってね。そちらから来たけど、とりあえずメジド君が可愛かった。今回怖くないやろと思ったけど、さすがに目隠しとおじいちゃんはビビった。じゃあ次は異変コンプレッサー耐久やろうか。さてこれからポケモン DLC とか、仕事の準備とか、買ったばかりのゲームの、成人向けゲームとかいろいろやりたいことあるけど、まずはソロライブのアーカイブを見よう。ピコちゃんの誕生日だから、みんなも15日までだから絶対忘れんじゃないぞ、だぞー。お見逃しなく、アーカイブな。15日か。いや、もう終わるね。ぜひともまだ見てない人は、見てねー。スーパージャトもありがとう。テレヒさんもありがとう。おつぺこ、私事ですが、昨日のぺこちゃんの誕生日でメンバー1年になった。ありがとう。私がぺこちゃんのことを知ったのは、ポケモン SV のなんじゃもせいでなんじゃもと戦う V の反応が気になって見てみると、天才への配信に衝撃を受けました。あの泥仕合、名場面集、名勝負がなければ今自分はここにいなかったかもしれない。確かにとんでもない泥仕合だったよね。あの時おすすめに出てきてくれてありがとう。本当に楽しすぎて、この1年あっという間だった。これからも魅力ですが応援してきます。ずっとついていくぞ。ありがとう。確かに、なんじゃもせん、とんでもなかった気がするわ。ひどい泥試合と言っても過言ではないぐらいの泥試合だったね、あれね。なんじゃもちゃん、でももう友達だから、なんじゃもちゃんはペコーラ。同じ VTuber としてな。でもメンバー1年もね、ありがとうね。いや、これからもよろしくペコでは、みんな微力と言っているけども、すごいね、応援してもらってるから、ペコーラ。嬉しいペコだよん。マロニエさんありがとう。エスカレーターとエレベーター。ごちになるのわかる。僕は出前の家系ラーメンハンライス付きを食べました。誕生日もおめでとう。花火も一緒になってお祝いできてほっこりした誕生日会だった。フェスあったあとペコちゃんのライブ見に行けるようになった。おー、よかった。今から楽しみで、ありがとう。もうフェスもね、数ヶ月後だから、やらペエコおねー。うさとらさんもありがとう。ペコちゃんの誕生日にタイミングよく4分の1スケールフィギュアの予約が始まったので、あみあみで予約。去年にワンホビの記事や YouTube 動画でデコマスを見て可愛かったのでずっと待ってた。気になってる人は記事検索したり YouTube でデコマス見ちゃいますよ。2月の日本人形も届くのが楽しい。おわ、ついに。あとキングダムの大きなフィギュアもペコちゃんの誕生日予約開始しましたよ。マジか。買うしかねえかもしれないな、それは。フィギュアのさ、ちゃんと飾れる棚作りたいな。なんかペコーラ今さ、ぬいぐるみ飾ってる棚さ、ちょっとぶっ壊れてんだよね。ちゃんと、あれしなきゃだな。なんか、棚をきれいにしたい。いや、なんかね、なんかね、作るやつだったの。作る棚のやつで、なんかその自分でやってたから、なんか変な歪んじゃってんのか分かんないけど、なんかねぶっ壊れてる、ちょっと下が。
そうそう、組み立て式、組み立て式。そう、それでなんか、なんかちょっとね、変。ふーんって感じになってる。でももう大きいし、壊せないペコだから、もう使ってる。オッケー、てなわけでスーパージャットメンバーシップも本当いつもありがとう、コメントも。ちょっと、さすがにお腹空いてきたんで、ハンバーグ作ってきます。また、明日も配信あるかと思いますので、また明日、お会いできる方はまた明日、お会いしましょう。おつぺこでした。バイバーイ。エンディング。よいしょ。ジュースですやんって。まだお口がお子ちゃまなの。お子ちゃま。ウイスキーも飲んだことないかも。なんかお酒をさ、ほら、そうやって一人でたしなめないから、その、飲む機会がない。そう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 。しかもこういうさ、VTuber ってさ、なんか、まあ、もしかしたらさ、打ち上げあるのかもしれないけど、いや、基本家じゃん。何をするにも。だから打ち上げみたいなのもないからお酒を飲まない。ペコちゃんはすぐ家に帰る。お酒を飲む機会がまずない。だから、いつまでもお酒がずっと止まっていると。甘い酒でしか飲めない。それなんだよね、きっとね。多分お酒の場が増えたらペコちゃんも日本酒ウェーイとかできるんじゃない。みんなはしてるよ。は、その情報どこだよ。ないだろう。いやいやいや、みんなはしてるよって。してないやろ。そんな、なんかさ、特定のフォロメンはさ、お酒好きってのは分かるべこだけどさ、なんかみんながなんか打ち上げやってるみたいな感じで言ってるけど、やってないやろ別に。なんかさ、打ち上げじゃなくて最初、ご飯会でしょ。なんかそのスタジオで会って、今日夜ご飯行くみたいなやつでしょ。あれ、お酒じゃないから。あれ、違うから。新年会しないんですか？うん、しないね。する必要がないね。もう今日したから。いたことあるの？ペコーラないかも。最初のうちは、最初のデビューした時は3期生で、なんか焼肉屋さんとかってあった気がするけど、今、ない気がする。あれ？あれれ？もうこの話はやめなよ。いやでもペコーラは、なんだろう、すごいさ、ま、行くなら行きたいなとは思うけど、まあ普通に、行かなくてもいいタイプの気持ちがね。人多すぎても、ペコちゃんは結構、あーってなっちゃうタイプだし。ぶっちゃけ一人が楽な時は多いからな。そう、しかもなんかもうバレてて気も使われてるしさ。ペコちゃんはこの後配信あるんだよね。あ、うん。あるし。いや、でも今年は、一回は、なんかその、配信終わりとかに、なんか、ご飯行くみたいな流れがあった時に、行こうかなって言ってみようかな。ペコちゃんすぐタクシーとか呼んじゃうんだけど、そういう話をしてるほど目がいたら、ペコラもそれ行ってもいいのかなって、一回は行ってみようかな。今年は。変わるために。そう、チラチラっつって。で、そのホロメンが、やば、こいつ黒木なるかもしれないけど、ペコラ来るのあれ、いつもすぐ帰ってたあれみたいな感じで、焦る表情を見てみようかな。
ありよな。もうそしたら普通に行く。え、行きますよ。もう全然行きます。今年は行きますよ。あいつ来んのかよって。あいつ普段来ねえのに今年から来るようになったなって。ありえるな。これでなんか周りのこうやって目をこうやって、あれ待って、なんかペコラ来るみたいですよ。目くばせをさせられる可能性はある。いや、ないよ。ホロメはそういう人いないからな。行きま、行きたいって言ったら、え、行くってなる人がね、ほとんどよ。知らんけど。いや、でももうお腹いっぱい。もう何もできない、ペコーラ。来ない前提で誘ったのに。もうそれさ、最悪やん。そんなことされたらさ、泣くじゃん。あれ、BGM あるか。来ない前提で誘うんだと誘うなだよな、普通に考えて。いや、そんなんさ、気まぐれで行く可能性だってあるじゃんね、みたいになるやん。きつー、そんなん言われたらきつー。トラウマ植え付けられるやん。あ、社交辞令か、みたいな。本当は行かない方が、あ、いや、よかったのだ、みたいななっちゃうよ。いや、ペコちゃんから、なんか、誘うのはちゃうな。別になんかすごい行きたいわけでもないから。なんかすごい、うわ、なんかさ、ペコーラ的に配信終わったら、結構気持ちがオフになっちゃって、もう帰る。とか、そういう感じになっちゃうんだよ。なんか、うわ、打ち上げ、ご飯、来てーにはならないから、あんまならないタイプの性格してるから。そう、だからやっぱ人が行くなら、やるなら、え、行ってみたいなーっていう時はあるし、だからそういう時に乗っかろうかな、つって。誰か近くにいるな。ミミか？ぐるぐる言ってる。あれ、違う、いない。ミミちゃんかと、ん？じゃん。ごめんね、急に突進したからびっくりしたね。うん、かわいい。ほんとかわいい、ミミ。さっきぐるぐるしてたのはあんた？あんたでしょ。ミミはさ、ツンデレすぎてさ、ミミって呼ぶとさ、ミミって呼んでないときはこうやって目線合わすんよ。こうやってね。ミミちゃん！で、またこうやって、ペコちゃんの顔見んの。ミミちゃん！もう必ずこうやって横に向くんよね。どういうこと？かわいいよね。わあ、ぐるぐる言ってんのに、位置変えちゃうとぐるぐる消えちゃうな、お前。抱っこしちゃえばいけるわ。飼い主に似る。ペコーラツンデレじゃないからな、普通に。デレデレやろ。コメントが乗るときと乗らないときの差がわからん。え、なんだろう、今乗ってるよ。ツンデレ、え、ペコーラみんなにツンツンしたことなくない？ぶっちゃけ。結構デレデレ多めだと思うけどね、自分で。デレデレタイプだと思うペコだよ。違う違う。わかったわかった。あ、さ、言わないよ。ペコちゃんは、あんまりさ、特別なときぐらいしか言わないのよ。あれでしょ？なんかさ、もう常に、うわリスナーさん大好きペコーみたいな、そういうのじゃないじゃん。それのデレデレじゃないのタイプじゃん、ペコちゃんって。
言わない、言わ、普段は言わないけど、まあ、伝えてはいるやん、みたいな。そういうことでしょ。だからツンデレじゃないのよ。好き好き言う、ほのめん基準がある。そんな基準あるの？好き好き。え、だってさ、え、待って、じゃあ他のほのめんはどんぐらいの頻度で好きって言ってんの、みんなに。え、一枠に必ず一回好きって言ってんのかな。え、え、待って、え、え、待って、他のほのめんってどんぐらいの頻度で言ってんだろう。ちょ、それ知らんな。毎日？え、毎日言ってるの？あ、ラミーちゃんってデレデレなんだ。なんか突っ込む、なんか最初の初期ラミーから突っ込みラミーまでしか知らないからだけど、まあ、結構デレデレラミーで常日頃なんだ。ペコララミーちゃんにペコの先輩好きって言われたことないの？言ってくれるかな、今度元気になったら。団長もまあまあ。あ、おかゆ先輩は確かに言ってそう。なんかあのツイートでも言ってるよね。おにぎりゃん、おにぎりゃんのみんな好きだよみたいな言ってるイメージあるわ。あー、なるほどなー。ペコちゃんも毎日言って。ペコラは毎日言うタイプじゃないの。態度で示す。背中で語るウソだ、ペコラ。俺の背中を見て感じろ。言ってくれないとわからないよって女の子はよく言うけど、言わなくても伝わるだろ。ペコちゃんは行動で見せるタイプ。そう、いいこと言った。そういうことや。ペコーラの一日一日の行動で愛を確かめてけ。そういうことや。いちいち口で言わせるな、好きとか。大切な時にはちゃんと口にはする。毎日言ってたらあなたたちも物足りなくなるやろ。そういうことや。昭和の男って、昭和の男じゃないよ。令和の女子よ、令和の女子。いや、なんかマウス死んだ？あ、生き返ったわ。言わなきゃわからんこともあるんですよ。でも、ペコーラもみんなに好きって言われてないよね。賞味。トイレ行ってる時に見えない時に可愛いはあるけどさ、正味さ、ペコーラだって毎日言われてなくない？あ、でもツイッターでは言われてるな、配信終わった後に。ペコちゃん今日も配信お疲れ様。うん、あの配信内容チュルルルって感想してくれて、うん、大好き、おやすみは言ってくれてるね。配信で言われてないな、そう言われると。明日も楽しみとか言ってくれてるけどさ、コメントで言ってくれてる人もいるか。みんなに言われてない。全員に言われてないな。ちゃんとエゴサしてるんだなって。してるよ。最近プニプニに侵されてるけどね。ペコちゃん何かしらさ、ゲームで侵されてんだよな、自分のエゴさ。ああ、好き好き好き。はいはい。はいはいじゃないんだよな。はいはいじゃ。照れるなよ。そう、そういう時期なんよ。時期によってはエゴサがね。まあ、でもしてるよ、毎日。あ、てかね、ペコーラプニプニさ、裏で回したんだけど、10連で自分出てきた。ちょうどペコーラのさ、ピックアップ今日だっけ？昨日の夜中？あれ、昨日のいつだっけな？いつかの時に回した時に、危ね。モンストの音が出るところだったわ。モンスト開きっぱだった。10連で出ました、ウサダペーコラ。なんかペコちゃん強いらしいね。なんかすごい、ペコーラとかペコラでやると。うえ。
プにがなんかすごい出る。ペコちゃん出ないよ、頑張れ頑張れ、やればできる、やればできる。なんかペコちゃん、ノエル、吹雪先輩が人権らしい。だからなんかみんなそれを引いてるって。ちゃんとフォローハートペコーラにな。ゴルフで特攻だから必要なのよ。頑張れ頑張れ、ロリータペコーラを取るのです。あのなんかさ、動きかわいいよね。なんかこういう手をさ、チャララランチャララランってやってる、あれかわいい。うわ、なんか寒くなってきた。もうお腹いっぱいでうぷってなって眠くなってくる。いや嬉しいね。おホロハート前に投げてくれてる、ありがとう、サンキューな。クルピー。てかマリカーの練習もやばい。やらんと新コースが何コースあんのかも覚えてないわ。マリカー、でもちょこちょこね、裏でねマリカー走ってたりはしてるんだよ、オンライン。意外とね、ちょこちょこだけど、ほんと夜中とかに気まぐれでやっちゃったりするけど。ぐー、ごし。いや、コースまだ全然覚えられてない、賞味。やばいよ。こっから追い上げや、追い上げ。やめて明日にしようね。もうみんな追い上げてくるからな。あとスターデューバレーやろうかと思って一度起動したりしてた。でもなんかちょっと乗らなくてやめた。なんかまったり、なんか正月だし、なんかゲームやりたいなーと思ってやろうとしたんだけど、なーんか今じゃないって思ってやめた。いや好みじゃないわけじゃない、ああいう系好きだから好みじゃないんだけど、なんかその時の気分じゃなかった。始める前はうわやろう楽しみって思ってたんだけど、やってってってあ、ちょっとこれスタミナ早く減るなーとか、動きづらいなーっていうのを思い始め、今じゃないってなってやめた。あとさ、あれやってみたい、テラリア、なんかゆるくやってみたいな。FGO 福袋課題、いや今日ぶっちゃけでやろうか迷ったんよ。10時からどうしようかなーって、9時にドカ食いして10時から FGO もありやなーと思ったんだけど、ドカ食いで多分もしかしたらうぷーってなってるかなと思ったからやめたんよ。そうそうそう、しかも最近さちゃんとできてなかったから、やるのどうしようかな、どうしようどうしようどうしようって思いながら、結局ドカ食いにしちゃう、ドカ食いだけにしちゃった。そう、ちゃんとさ常にさやれてるわけじゃないからさ、ちょっと欲しいけど、なんか失礼かなと思ってやんなかった、今日は。そう、どれ引こうかも悩んでんだよね。でも福袋のは絶対引きたくて。
そう、なんだっけ、光の子ヤンスカヤがちょっと前に来てたじゃん。その時には重ねるのでガチャってもいいかなーと思ったんだけど、終わってたいつの間にか終わってました。そう、ペコーラね、どれを引くか迷いすぎて、なんかフォトショーで丸つけてたりしてたもん。わ、このキャラ欲しいなーとかさ、でもここはもう持ってるからなーとか、そう、イースターでいいなーとかさ、いろいろ丸つけながらやってたけど、ちょ、悩みどころよなぁ。ハッタクまでは絞ったけど、そこからがもう、どれをどれをするんやーって。やばい、お腹がうぷぷぷ。食ってる時はあんなに幸せだったのに、食い終わったらこれや。絞れてなくないか。いや、ハッタク結構絞ったぞ。めちゃめちゃさ、選択肢あるんだよ。胃薬飲みな、確かに。消化してんのかな。グラブルは引かないの？あのね、ペコーラもね、正直、まあ、引こうかなとも思ったんだけど、でもね、やっぱペコちゃん少なくともゲームに関しては、今年運が良すぎて、当たりがちで全部出ちゃったんだよね。ガチャピンとかでさ、毎日もらえる、回せれるわけじゃん。で、それをさ、ぴょん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 やってたらさ、いや、まず、トリプルゼロが、ガチャピン10連だったんだけど、出ちゃって初日に。え？って。マジか？つって。召喚石のね、トリプルゼロ。え、ま、え、あ、みたいな感じの、感じになっちゃって。そう、その後さ、今年のさ、ハイラも出ちゃって、でも、だから配信するにしても、狙いが、え、いなくね？と思って、そう、グランデベースで無料意志ももう使ったけど、リミゼタンも出たし、だから、やらなくていいなって感じになっちゃったの。そう、なんならリミゼタン2本揃ったからな。だから、やらなくていいなってなった。なんかガチャ運いいね。わかんない。今年はなんでだかわからん。そう、天井じゃない。だからなんか運が本当にいいねって感じ。怖いけどね、年始運めちゃくそいい。今年は運がさ、お休みのはずなのに。去年が大暴走なだけで基本的に幸運うさぎ。あ、まあ、それだな。ペコーラ元からそうだ、自分が幸運うさぎだったのが、最近よく覚えてなかったけど、そうだ、ペコーラは元から幸運うさぎなんだ。まあ、サムでワクワク厳選配信とかは、うわ、いいなぁ。ありよりのありよ。でもなんかそろそろやりたいよなぁ。普通にさ、キャラクターもさ、前回のガチャでめっちゃ揃ったから。でもね、一応ね、2体は終わったんよ。あと1体が終わってない。ありよりのありです。ねえ、この前のさ、昨日のさ、モンスニュースさ、コラボ出るんかなと思ったらさ、わ、来週臭かったね。頼む、当たれ、ペコーラの。いや、モンストミン楽しみにしてて、今度配信はさ、マサムネ使ってさ、行くから。豪絶。ペコーラも使いたくて、なんだっけな、プレデビュオルみたいなやつ、行ってみようかなって思ってる。なんか猿
いみたいなやつ、じゃあそれをね行こうと思って。伊達政宗を使っていけ、もうあいつ売ったわ。残念だけど売りました。いやなんかローバーめちゃくそむずいらしいやん。多分ペコちゃんじゃいけないなと思ってトリマー行かない。今はペコちゃんの今のスキルじゃ全然いけないし。メダルのやつやった、やってるよーってか、やったよー。2000枚でしょー、集めるやつ。結構交換したよー。ほとんど交換も終わったし、いい感じだったよ。あ、ロバーは外もね、そうだよね。ペコアラもいろいろ見たけど、めちゃくそ難しそうだったもん。あ、できないなって思った。アンスパさんありがとう。これまでのペコちゃんの活動とかアンベレが実ってビッグな偉業、本当におめでとう。ありがとう。いや、マジでペコーラも、よかった。ほんと、無事に1位を取れたことに、安堵。写真丸、母さんありがとう。世界第一。センキューペコー。スブチャともありがとう。アイーナユユさんもありがとう。これでペコーラもタイトルホルダーおめでとう。2023年楽しかった。ありがとう。こちらこそありがとう。あれや、スパチャーの全、あれだ、全部のやつだ。ありがとう。ペコーラも、あのタイトルホルダーと同じく、タイトル取れたかな、上限。ありがとうね。いや、まじ、2023年は忘れられない年になったな。ニアさん、ありがとう、世界一おめでとう。今年はカーディフさんがあまりかけぬように、のびのびと配信していただきたいと思います。ありがとう。いやでもマジで、2023年はぶちゃけ結構大変だった。その配信だけだったら大変じゃないけど、あの仕事面も結構頑張ってたペコだから、やっぱその両立が結構大変だったから、まあ、今年はね、体を壊さず、ちょっといろいろと、配信頑張っていきたいな。そう、去年は運営さんとかも頑張ってくれたから、頑張ってくれていろいろあったし、配信もね、ペコちゃん。ちょっと頑張ろうと思って、なるべく、やってたから。まあ、今年は、ゆったりめに行きましょう、みんなで。ね、まったり。よいしょ。ほんなら、リージーさんもメンバーシップギフトありがとう。ありがとうね、たくさん。やべやべ、流れる。こうちゃんさんもありがとう。今日もご機嫌の配信おつぺこー。去年の女性ストリーマー1位、そして遅ればせながら登録者240万人もおめでとう。年末年始はバタバタして伝えられなかったけど、去年はうさぎ年というまさにぺこらの年。去年の今頃にはうさぎ化計画がすでに始まって、そこから12月のソロライブまで走りっきり、その後体調崩しつつも年末まで配信三昧と、これって誇りですよ。ぺこちゃんやっぱついてくるものに夢のような景色を見せる王様のうさぎの自慢の王さん。これからも我らのうさぎに楽しい景色を見せてほしい。ぺこちゃん好き大好き。これからも応します。ありがとう。いやー、あなたたちがついてきてくれたおかげで、2023年、ナンバーワン、取れましたー。ありがとうね、ほんとに。マジで大満足。エキサイトルーツ111個様、ありがとう。ドカゴイキ絶望、つぺっこー。いつも美味しそうに食べてるから、見るだけで腹がいっぱい。そして女性配信者世界一もおめでとう。ほんとにおめでとう。多分、ペコちゃんが思ってる以上に2回転を誇っていいよ。やばいよなー、ほんとに。え、そうなんだよ。思った以上の快挙だと思うよ。それなぁ。だ、世界だからね。女性の。いや、そう思うとすごいな。AK、たぬきさんもありがとう。ドカゴイキ絶望楽しかった。改めて世界一おめでとう。寝ちゃえ、寝ちゃえ。くかーん。寝ちまうよ。プリティのロックマソさんもありがとう。ペコちゃん世界一おめでとう。ペコちゃんが一緒にご飯食べる配信を楽しみにしてた。去年は配信も案件もライブの準備も頑張ってすごい。ペコちゃんのすごいところはそういった頑張りを見せずに毎日楽しく配信してくれるところだと思う。改めて世界一おめでとう。ありがとう。まあ、ぶっちゃけめちゃくそ大変だったけど、
やっぱこういう目標があるからこそ頑張れたなって本当に思うな。いやでもあと配信が癒されるっていうのがね、多分一番自分に性に合ってたから、それが良かったんだろうな。青い立花さん、ありがとう、ピコちゃん好きー。ありがとう。愛を支え合ってくれてる。で、ナボンさんもメンバーシップギフトありがとう。まさまささん、ありがとう。改めて女性配信者世界一おめでとう。お祝いで好きなものを好きなだけ食べて幸せそうにしてるピコなんか久しぶりに見れて嬉しかった。配信終わったら、原料茶でも飲んでゆっくり寝てね。もう今日マジガッツかと思ったから、カロリミット？あれ？カロリミットだっけ？あれ飲んでるかね、ペコちゃん、さすがに。でも相当やばいカロリーあれだから、もうこれ飲まんとダメやと思ってね、飲みました。ペコイエフォン様ありがとう。ペコちゃんの飯飲みながらペコちゃんの幸せそうな食べる姿が見れて最高に幸せ。罪の味だけどたまにはいいよね。改めて世界一おめでとう。有言実行偉すぎる。今年はずっと健康で一緒に楽しもう。これからも全力で愛せる。ペコちゃん大好き、愛してるよ。ありがとう。マジ健康第一、それはそれ。マジでほんとそれだわ。喉を大切にやるしかない。今年のペコラは一度も、喉を枯らさない、ツルツルな声で常に行くわ。そうしよう。アマテラス、海門さんもありがとう。世界一おめでとう。心よりお祝い申し上げます。そして今日の飯テロ配信、ピコちゃんほっぺたないなった？今年もよろしくお願いします。こちらは北陸勢で自然災害により元旦から職場に泊まりがけの24時間勤務となっています。お疲れ様。同じ市内では避難所生活となっているところもある。そう考えると24時間勤務ですならまだ良かったのかと思ったりしている。農作業の誰か、誰さん、ん？農作業の皆さんが誰一人かけることなく無事であることを祈ります。ほんとそれだよね。マジで。でもありがとうね。その大変な時に見に来てくれて。マジで、まず自分のね、安全を第一に。よろペコです。ゲームさんもありがとう。明けましておめでとう。年末に何やってんだこの芸人先はと思った。何がすごいって結局組んだんだなって。ちなみに僕は大掃除しながらポケモン DLC の緑の仮面をやってた。タツ年になったから今日からタツダピョコラとしてやっていくのはどうだろうか。メガネっ子なんだね。外出陣のと僕とお揃いだ。ゴロニャンは今年も可愛い。福袋といえば酒ガチャ。ああ、酒ガチャなんてあるんだ。やらないの14日くらいまで。14日までといえばソロライブのアーカイブ見ないとだな。そして世界一もおめでとう。これにちなんで、世界一、リンゴ？でも食べてみては世界一のリンゴなんてあんの？てか最近リンゴを食べてないな。みかんばっかぺこだから、リンゴも食いたいな。あり。まだメガネね、新調してない。ゾフのあの割引券がまだだから。月読みれんさんもありがとう。女性ストリーマー世界一おめでとう。うさぎ年1週目は終わってしまったけど、2024年うさぎ年2週目もよろしく頼むぜ。私事ですが、先日ペコーラに出会って4回目の誕生日、お誕生日おめでとう。いつも楽しい気持ちにしてくれてありがとう。大好きだ。愛している。いつまでもペコーラ採用し、ほー。サンキューペコー。そしてお誕生日もおめでとう。ハッピーバースデー。2024年か。もう早いなー。だってペコーラ2019年にデビューだよね。早っ。マジ？ヤマさんもスーパーチャットありがとう。無言スーパーチャットサンキューな。マスターザビーヌさんもありがとう。明けおめー。数日前にメンバーになって2周年。去年のうさぎ年は本当に素晴らしかった。配信企画コラボどれも面白い。全人類創作計画のいろんなイベントに参加ができ、特に有明アリーナで。ペコちゃんのソロライブを見られたのは本当にラッキーと思った。今年はどうなるか分からないけど、ペコちゃんと3期生と一緒なら絶対面白い年になる。これからも応援してるよ。ペコちゃん大好き、ありがとう。嬉しいな、たくさんで、ね、参加してくれてありがとう。まあ、今年もね、3期生ともコラボもしたいし、まあ、いろいろありますから、何かしらあると思うので、やんだー。まーちゃんさんもありがとう。ぴこちゃん1位おめでとう。2023年ぴこちゃんのおかげでとっても楽しく幸せな一日になりました。ぴこちゃん好きになれてよかった。これからも大好きです、ありがとう。そう言ってもらえるとね、めちゃめちゃね、やる気につながるよ。マジでねー。
いや、みんなが幸せに過ごしてもらえたらペコーラは満足です。励みになります。ノウサギの井戸さんもありがとう。世界一おめでとう。ペコちゃん本当に頑張った。今日はいっぱい食べて気持ちよく寝そう。寝れそう。でも片付けないと明日になったらやばいぞ。おやすみなさーい。いやマジな、片付け残すと終わるんだよな。もうその日のうちにやっとくのがマジでベストだけど、やりたくないな、やりたくない。シーモンさんもありがとう。ペコちゃん大好き、世界一おめでとう。ありがとう。センキューペコ、センキュースーパーちゃんと。いやマジ片付けだる、皿洗うのやだな。ヨウさんもありがとう。改めて世界一おめでとう。ペコちゃんのおかげで2023年最高だった。ペコちゃん大好き、ペコありがとう。いやマジペコーラも2023年最高すぎてやばかったな。大変だったけど、後々思い出すとめちゃめちゃいい年だったな。でも今年はもっと最高にしたいな。さらに最高な年に。マラニエさんもありがとう。世界一のレディーおめでとう。一緒にドカ食いしすぎて自爆前のセレみたいなお腹になった。配信の後に気絶予定です。今日プニプニでようやくコマペコちゃん来たよ。ラーメン二郎案件おめでとうございます。いや来てないね。今年も残り360日よろしくお願いします。ありがとう。まあ、確かにまださ新年明けて5日しかなってないんだ。5日か、なんかいろいろありすぎてもうわかんないな。ヤマブリちゃんさんもありがとう。ぴょこちゃんお前が世界一、そして改めて明けましておめでとう。普段は言わないけど大好きだよ。これからも刻めてぺこラストリーム、それだな、ぺこラストーリーかけるストリームやな。ありがとう。まあ普段ねそんなね言わんよなとは思うわ。あと読めてないやつ最初の方かな。アンスパさんもありがとう。これまでのぴこちゃんの活動と頑張りが実ったビッグな偉業、本当におめでとう。ありがとう。リージスさんもありがとう。おめでとう。センキューペコメンバーシップもね、いつもありがとうね。ギフト投げてくれて。パイモンさんもありがとう。世界一おめでとう。ありがとう。嬉しいな。みんなにやっぱおめでとう言われると、頑張ったかやったなって思うわ。ブブチュチュさんもコンペコおめでとう。ありがとう。デカリオットさんもありがとう。オーサー2023年女性配信者総視聴時間ランキング1位獲得おめでとう。去年はライブや案件などでかなり多忙を極めたにもかかわらず、むしろ意欲的に配信するほどの徹底ぶり、有言実行するオーサーの勇姿に大いに勇気づけられた。今年もさらにビッグになるべく、さらなるご活躍とご健勝を心よりお祈りしています。今年も全力で応援させてもらう。どうぞよろしくね。ラビュー、ありがとう。マジみんながねこうやって配信とかに来てくれないと1位なんて取れないからね。まずみんなに感謝、本当にありがとう。アラーカンデルさんかな。女性配信者世界一おめでとう。ありがとう。センキュースーパーちゃーんと。いやでもマジでね、配信ってね難しいなとは思うわ。リッチさんまたありがとう。1年通してよく頑張りました。ありがとう。ニアさんもありがとう。世界一おめでとう。今年は体に負担をあまりかけぬように伸び伸びと配信していただければと思います。サンキューペコン。モジャンヌさんもありがとう。女性配信者世界一おめでとう。いいものをどっか食いして気絶していい夢見ましょう。なんかさ、ペコーラさ、そんなに体力があるわけじゃないからさ、あるタイプだったらすごいね、狙いやすいなと思うわ。なんか自分の喉の弱さに、はーんってなるけど。おめでとう。配信だとね、赤スパしか読めてないけど、みんないつもありがとうね、読んでるから。そう、あとでも、なんかこういうの、なんかよくさ長時間できそうな配信とかはさあったりするじゃん。やりたくても喉と相談やなっていうことはよくあるな。アンディ TTF クライマックスさんもありがとう。去年は食事制限あったからまた美味しそうに食べるぴょこちゃん見れて嬉しい。自分もゴジラバーガーで参戦。そして改めて世界一おめでとう。頑張ればきっといつか努力が実を結ぶと信じてた。ぴょこ
ちゃんならきっとできると思ってたよ。大好きって言われたな。何回も言うぞ、ぴょこちゃん大好きだ。ありがとう。マジずっとあれだったもんな。2、3年前ぐらいからだっけ。なんかランキングのやつ乗り出してから意識するようになったけど、ついにって感じだな。嬉しい、マジで。なんだっけ、4位とか3位とかなんかそこら辺2位とかでだんだん少しずつ上がってたんだよね。年々年々ちょっとずつ上がってやっと1位みたいな。感謝だ。いやマジでついにだよ、本当についに。よかった、うさぎ年で。なんかうさぎ年に撮りたいと思ってたから多分うさぎ年で撮れなかったら撮れないかもなとは思ってたから、もう本当に達成感でいっぱいだわねえ。いや撮れなかったと思うよ。なんかこの今年撮れなかった、今年はなんか去年撮れなくて今年じゃあ頑張るかつっても、いやうさぎ年じゃないしできるのかなとか思っちゃうし、やっぱ去年撮れてよかったな。ねえ。でもやっぱさ、ランキング V 初の快挙。あ、そっか、 V 初の快挙なのか。でも確かに年々さ、そのランキングに乗ってからさ、うわこの人強いなとかさあったけど、今年は、今年去年は一気にガラッと変わったもんな。綺麗な姉ちゃんとかマジでいなくなったし。ねえ。V どころか日本人初。え、マジで？でも確かにな、やっぱ英語とか喋れてたらね、いろんな英語知ってる人には分かりやすい配信だもんな。あ、でもペコーラペコランド人だから日本人じゃないけどな。日本語喋ってるペコだけど、まあ日本人だよ。ペコランド人かな。そう思うとちょっとあれだね。まあ日本を拠点にしてますけど。わ、そう思うとすごいな。快挙だね、ほんとに。ペコランド語ってこと、そういうことや。そう思うと嬉しいな。快挙。やった。頑張ってきてよかったな。なんかご褒美くれないかな、ヤゴーさん。こんなに頑張ったから、ご褒美、ペコちゃん、お疲れ様、1位おめでとう、つってドカーンとなんか。でも、かといって何か欲しいって言われてもないな。何がいいんだろう。なんかこれといって、じゃあ何が欲しいんだいって言われたら、はぁ、あんまないな。何が欲しいか。ノウサギ通りのゲンさんもありがとう。自分はただ毎日配信を見に来てただけ。ペコちゃん本当にすごいわ。これからも大好きだよ。世界一おめでとうだね。ありがとう。いやいや、みんなが見に来てくれているから、ペコらは1位になれましたよ。これからもよろしくな。え、一日さん社長。いやいや、社長大変だって絶対に。いや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 、やだ、決めれないしな絶対に。てか、ペコアラがさ、世界一を知った時のアーカイブ見直したんだけどさ、もう最初さ、現実味がさ、なくてテンション低いの、マジで。で、だんだんテンション上がってくの笑ったわ、さすがに。え、マジで？みたいな。信用してない感じの、え、本当に？みたいな。あれ笑ったな。そう、半信半疑だった。宇多田しずくさんもありがとう。女性配信者1位おめでとう。2023年は頭から最後までイベント尽くしで大忙しだったのに。
配信を欠かさず農作業のみんなを楽しませてくれてありがとう。微力だけどベコちゃんの夢を応援することができて本当に嬉しいよ。全然微力じゃないよ。うさぎ年は終わったけどペコラ年は私の中でずっと続いている。今日もペコちゃんとすいで応援するよ。ペコちゃん大好き。そうや、うさぎ年は終わってもペコラ年は終わってないねん。ずっとだ。いやマジお世辞とかじゃなくてみんなに会わないとやってらんなかったわ。ぶっちゃけやっぱ仕事大変だわって思うもん。ラシクロさんもありがとう。好きな部位が世界一になるとかこんなことある。最高か。最高だ。いやでも確かにな、推してる人が世界一になったらやばいよな。誇らしいなそれは。推してて推しが1位ってなかなかよな。みんなの目に狂いはなかったっていうことペコやな。ペコンイエフォンさんもありがとう。私事ですがメンバー3年9ヶ月になった。言い忘れたけどめでたい日くらいはちゃんと愛の言葉を伝えようと思う。ペコちゃん大好き、世界一愛するよ。これからもずっとペコちゃん一筋だ。ありがとう。いつも愛を支えてくれてる気がするけど、これからもよろん。メンバーじゃなくてごめんね。いや全然よ、見に来てくれるだけで配信見に来てくれるだけで嬉しいから。全然マジか。ペコちゃん1位キャー、嬉しいな。当分この嬉しさで余韻に浸れるわ。スーパージャットもね、メンバーシップもほんとみんなありがとう。モロコステージさんもありがとう。いつもしててよかったと思わせてくれて大感謝。ほんとに誇らしい。ありがとう。ペコーラもみんなに押してもらえて嬉しいよ。ソラさんもありがとう。目標に向かって頑張る姿は本当に素晴らしい。おめでとうございます。これからもずっと応援しています。必ずやで。これからも今年もずっとやん。バルダ七橋さんもメンバーシップギフトありがとう。てなわけでそろそろちょっと今日は配信ここぐらいにしようかなと思う。ペコーン。てなわけでまた次回の配信でお会いしましょう。おつぺこでした。バイバーイ。